はい、どうも皆さん、お久しぶりです。エルツです。ということで、今回は、超ゴマパレードね、月末恒例来ましたよということで、こちらの情報をまとめてお伝えしていきたいと思います。ちょっとね、新着まとめ遅れちゃったんですけども、まあやっていきましょう。ということで、今回も新超ゴマ登場します。こちらです。はい、ということで、今回は神の新超ゴマ、白卓が登場します。ということで、性能を見ていきましょう。はい、ということで、まずは進化の白卓見ていきましょう。スキルがですね、神誕条件のコンバートとなっておりまして、神誕条件で通常ダメージを 250% の変換率で特殊ダメージに変換しますと。で、コンボスキルも同じくね、神誕条件で自分の神駒1枚につきアタック 1.3 倍、最大 1.8 倍となっております。ということで、まあ、神誕にね、採用したい1枚になっているんですが、これがね、結構強そうだなと思いました。はい。というのも、まずね、スキル火力なんですけども、これがね、ラームシュットより上なんですよね。で、今、神誕の主要アタッカーを順番に並べていくと、ジーク、ハクタク、ラームシュット、エルティナっていう順番で並ぶんですよね。で、この4体の中で今一番使われてるのが、エルティナかななんですけども、エルティナがラームシュットよりも採用されてる理由として、初手から雑に打てる、あとコンボスキルが無条件の固定 1.7 倍。これがね、扱いやすいというか、この要素が結構でかくて、なんで火力とかコンボスキルの、最大値っていうのはラームシュートの方が上なんですけども、まあ、エルティナの方が採用されてるのはそういう理由があると。さあ、それを踏まえた上で、白卓。この2体より火力が上、さらに初手から打てるコンボスキルも、HP 条件とかそういうの一切なしに、で、1.3 上昇なんで、このコマがあって別のコマ繋げてが最低ラインなんで、1.69 倍。エルティナが 1.7 なんで、ほぼ同じ最低ラインなんですよ。で、そっから 1.8 まで伸びます。ということで、これ、結構、こう強い気がしてますね、これはね。はい。で、あとはこのスキルだよね。この特殊コンバート。エリティナとかラムシュットは通常打って、その通常依存の特殊を打つっていうね、感じなんですが、白卓の場合全部特殊になっちゃうんで、まあ、それがどう出るかっていう話をしていきたいんですけども、ではまず強い点からいきたいんですけども、まず罠駒ですね。まあ、特にシアンとかがそうかな、今の環境で言うとね。そう、神誕のライバルデッキシアンとか、まあ、他にもね、まあ、特に通常特殊両方返してくるタイプの罠駒ですね。に関してなんですけども、1回でダメージを通せる、これがね、強いんですよ。これね、たまにあるのが、ラームシュットとかエルティナみたいなタイプだと、まあ、火力のね、総合の火力的には飛ばせるんだけど、通常与えて1回返ってくるんですよね。その返ってきたダメージで自分の HP 耐えきれずに負けることがね、たまにあるんですよね。その点、白卓1回でダメージ通せるんで、そういうね、負けるシーンっていうのを勝ちに変えることができますと。ただこれ1回で通せるっていうのが逆に働くパターンもありまして、例えばね、特殊罠、さやかとか、あと最近多いのがね、トーヤ、めちゃくちゃ見かけると思うんですけども、これの返しダメージをね、考えた時に、特にフィニッシュターンとかじゃない時ね、ラームシュットとかエルテナの場合って、通常は通っていって、特殊だけ返ってくるんですよ。なんですけど、白卓の場合って、例えばその5000っていう火力を出すとしたら、その5000全部が特殊ダメージなんで、全部相手のこの特殊罠カウンターの対象になるんですよね。なんで普通のアタッカーに比べて火ダメが高くなるっていうのはありますと。まあ、ただそこは一応ね、工夫すれば避けることは可能だと思うんでね、先にエクレル打って、まあ、まず回収してから、まあ、白卓を打つとかね、すれば、ま、一応回避はできるんで、まあ、そこは工夫の仕様かなとは思うんですけど、まあ、そういう、まあ、弱点に働くこともありますと。で、強い点二つ目なんですけども、防御ですね。はい。今の環境における防御スキル後まで一番多い組み合わせが通常特殊の組み合わせだと思うんですよ。まあ、神誕からするとね、この組み合わせが一番きついよね。特に金魔門とか、あと、ウンディーネとかね、ヴィーナスとか、この辺が上がってくると思うんですけども、この、エルティナとかのタイプって、通常特殊ね、どっちもカットされるんで、2段階でカットされちゃうんですけども、これ、白卓1回で通せるんで、カットが1回しかね、判定入らないんですよね。なんで、こういう通常特殊両面のね、防御スキル置かれた場合っていうのは、白卓の方がさらに火力伸びますという点はあるので、それも含めて、この、まあ、エルティナラームシュットよりも強いんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、ここまでその白卓の強い点について語ってきたんですけども、もちろんね、弱点もありまして、まず一つ目が、通常ダメージを対象に持たない防御系スキルとか、妨害系スキル。これ、まあ、何かっていうと、まあ、さっき言ったね、特殊ダメージ罠とか、特殊雷撃の、まあ、トーヤとかね、いますし、あと、さっき通常特殊、両面の防御に関しては、こっちの方が強いって言ったんだけど、ザフキルとかね、そう、特殊防御とか、特殊雷撃の防御とか、まあ、そういう通常ダメージを対象にしない防御に関しては、こっちの方がダメージが伸びづらくはなるかなと思いますね。ただ正直ここに関しては見かける頻度で言うと、やっぱ通常特殊両面カットの方が見かける頻度は高いと思うんで、まあ総合的にどっちが強いかって言われたら多分こっちの方が強いのかなと思うんですけどね。はい。で、これね、
弱点その2、正直ねここでスタメン入りするかどうか分かれるかなと思ってるんですけども、フェリアとかエクレルがコンボスキルに持ってるあの通常ダメージの何パーセントの特殊ダメージを与えるっていうタイプのねコンボスキル、あそこに繋げた時にこの白卓がね全て特殊に変換しちゃうんで通常ダメージの判定がゼロになるんですよ。すなわちそういうコンボスキルの、コンボ火力ゼロになります。はい、これがねちょっと気になるかなとは思いましたね。なのでもしねそういう場面が結構実際にね使ってみて多いなーってなってくると悩むかもしれないね。まあただ個人的にはまあ予測なんですけど、そこまでまあそういう場面めちゃくちゃ多いなとは感じないのかなと思うんですけどね。まあそれもねもちろん弱点としてちゃんとあるんですけど、やっぱりメリットがあるんでね、一回でダメージ通せるっていうのと、通常特殊両面の防御に関してはまあこっちの方よりダメージが通りますよっていうのもあるし、 HP プラス振れば2700乗るっていうところもあるんで、まあ総合的に考えたら個人的には白卓の方が強いのかなと思いますね。なんでこれからの神タンは、まあ、ミューズデフェルノーとデフェリア持ってる方フェリア入れて白卓が入ってっていう感じかなっていうまあ感じになると思っております。はい、注目の駒ですね。では次10日見ていきましょう。はい、ということで10日見ていきましょう。スキルの方が神タン条件で自分の神駒4枚以上で発動できますと、自分の神駒1枚につき500の雷撃最大4500で、コンボスキルもね条件と上昇値全く同じで4800まで伸びますということで、神ささやきで使っていきたい両面雷撃アタッカーとなっておりまして、これもね注目の1枚なんですが、まあこれテンプレ入りするかしないかってね結構際どいラインだなっていう印象ですね。使ってみてからかなっていう感じはするんですけれども、まずね今のささやきの編成が、まあ、ギルガメッシュリーダーでプシケがね、まあ、ほぼ隠れ入ってくると、でフリジアもね結構見かけるね。でまああと1枠に関しては自由枠なんですかね。まあ2個入れてささやきアタッカー2枚積み構築っていうのもまあありますし、でまあビーナスとかキンバモンとかのフォース系もあるし、マルデュークもいるし、まあそれこそね同じ雷撃のココもいますし、なんでまあいろいろ選択肢はあるんですけども、この数ある選択肢のねこの自由枠に入ってくるかどうかっていう印象ですね、個人的には。で、まあ、今回は同じ雷撃持ちの、ココと比較していきたいんですけども、ココのスキルが神駒5枚以上条件で、2ターン2400の雷撃となっておりまして、まあ、2ターンかかるとはいえ合計4800なんで結構なねダメージ出るんですよ。なんですけど白卓の方が強い点としては、まず一旦完結で通るっていうところと、神駒4枚条件ですね、まあ1倍分その条件がね軽くなってるんで、このささやきが恐れている召喚が増やせなくなる事故っていうのを減らすことができますよというのはありますね。であとコンボスキルがね固定なのが偉くて、ここが確か4800の雷撃のライフバーストなんですよね。でその点こっちに関しては、固定ダメージなんで自分の HP の状況に関わらず、高水準のねダメージを出すことができますよというのがあります。ただこれちょっと気になるのが、火力面ですね。はい、まあ、火力面に関してはねもう雷撃である以上しょうがないんですけど、だってね雷撃で5500出せよとか言ってもねそれはちょっとやりすぎだよってなるから、まあ、そこは仕方ないんですけども、まあ、ただ気になっちゃうんだよね。で特に上昇値500っていうのが若干気になるかなっていうのはあるんですよ。でこの500っていうのはね絵図投げと一緒なんですよね。で今入ってるそのプッシュ系にしろニコにしろ、あとそうですねフレジアのコンボスキルとかもそうなんですけど、ほとんどね600上昇なんですよ。なので多分それに慣れてるとこの500上昇いざ使うとね結構火力の上がり方っていうのが遅く感じる可能性はあります。はい、なのでそれ次第でテンプレ入るかどうかっていうのは決まっていく感じですかね。まあ、そこさえクリアできればテンプレ入ると思うんですけど、もしねその火力の上がり方遅いっていうのが結構気になるんであれば、ちょっとテンプレ入りは厳しいかなというところですかね。まあ、それ以外は強いと思います。はい、はい、ということでガチ情報いきましょう。ということで新調駒星あなた新ゴマップを引きましょうということで、新調駒白卓の排出率アップ、そして進化積み透過積みスキルコンボスキルレベルマックスでよし言えた、これで出ますよというところですね。で属性編もありますと。でこれ個人的に熱いなと思ったのが魔属性ですね。そう、僕ねあのエンリルとリアンツィールと、マニア、ここのね最新魔超駒3体持ってないんですけども、これがねピックアップされてるんだよ全部。だちょっとねでも新調駒も強いんだよなだちょっとね白卓狙いで新ゴマップ引こうか、それともこのマニアとかねリアンツィールとか欲しいんで、あとエンリルもね持ってないんで魔兵引こうかなとかいろいろ迷ってるんですけども、
まあどうしようかな決めておこうかな。で多分動画には出すと思うんでね。はい、で定番編もありますよということです。はい、そして逆転をするには3400万ダウンロード突破おめでとうございますということで、星のかけら10個ねログインするだけでもらえますよということで、ぜひ受け取っておきましょう。そしてコロシアムに変更がありますということで、来月からですね、3月から、月に4回ですね、このコロシアム4種類がローテーションで登場しますということで、で確かね超コマハイコロシアムがなくなったはず、そうですね、代わりにこの新しいコロシアムが登場しますと、星のかけらコロシアム、フェアリーハイコロシアム、プラスゴマハイコロシアム、バトルコインハイという感じでありますんで、これをねやりましょうと。でこれ他のコロシアムどうなのかな、強ゴマハイコロシアムとか、あとね、季節限のコロシアムとかはどうなるんですかね。はい、まあ、そこら辺はまたね、おいおい情報が出たらねお伝えしていきたいと思います。そしてオスロニアマスターズ3月4日にありますよということで、見たい方はね、YouTube ライブ18時半からオスロニア公式チャンネルであるんで、ぜひ見に行きましょう。はい、ということで超ゴマパレードは2月28日12時から登場となっておりますということで、楽しみですね。いやこれは絶対ガチャ引きますね。で多分20連ぐらいかな。まあさすがにね、周年で石使いすぎてないんでね、多分20連で仕留めないといけないんですけども、ただこれマジでどっち引こうか迷うね。魔超ゴマも最近熱いしね、魔環境だもんね今ね、リアンツイエルが強くて、でマニアもね結構強いし、でエンリルもねなかなかねいい性能してるんで、これも欲しいし、なんだけど白卓がね結構面白そうな性能してるんですよ。なんでこれも取りたいということで、まあ、直前までね、多分ギリギリまで悩んでガチャを引くと思うんですけどね。はい。で、まあ、超ゴマパレードが始まるということは、長かったね、周年イベントが終わりますということで、いやめちゃくちゃ楽しかったね、周年イベント。まあ、まだ終わってないですけどね。一応まだ12時まであるんで、まだ続いてますけども、ぜひ皆さんね、周年ポイントの交換、あれあると思うんですけど、ガチャ引いた方はね、溜まってると思うんですが、そのポイントの交換であったりとか、あとコインでね、チビキャラ交換できるんで、そういうのもね、忘れずにしておきましょう。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。